では、評価委員、メンバーを代表いたしまして、私の方からですね、全体公表をさせていただきます。まずは受賞された学校の先生方、おめでとうございます。先ほどご紹介がありましたように、この評価メンバーは6名の木原先生を代表としまして、6名の委員から構成されておりまして、全員が集まりましてですね、いろいろと報告書を読みまして、その中から素晴らしいものを選出したという過程になっております。こちらはホームページになっております。先ほどこの理事長が申し上げました通り、この研究成果報告書は作成をいたしまして公表をされます。その意義というのは、この3045件の現在蓄積されている3045件の実践事例、これをよりよく多くの学校に広めていくということを目的としています。そして、平成27年度から表彰制度が導入されていたという経緯になっております。この助成を受けた、学校というのは、研究計画に即しまして、一般校が1年、そして、特別研究指定校は2年の実践研究に、従事いたしまして、その成果をまとめているということになっております。その中で、この図をちょっと先にお示ししたいと思います。皆様もよくご存知の通り、実践研究はこういった PDCA サイクルというものを回していくことが重要となっております。その際、経験に頼るのではなく、中心に置かれましたようにですね、各種調査と書きましたけれども、研究です。ここの部分でさまざまなデータを収集し、エビデンスと、最近よく言われますけれども、論拠になる証拠データというものを蓄積しながら、より良い実践へと改善をしていく必要があるわけです。そしてこの実践研究が一つ終わるということは、それを踏まえて次の研究が始まるということを意味しております。この研究成果報告書の作成、このプロセスはその次の研究を進めるために必要なものだと言えるでしょう。この研究成果報告書をまとめられた皆さん、もうすでにお気づきと思いますけれども、このプロセス自体を通しまして皆様は、おそらくこのプロセスを明文化し、文章にしまして、そしてデータを整理し、そして集計し分析し、そしてまとめる、このプロセスを経まして、おそらく実践を振り返り、そしてさまざまな気づきを得て、そして、さらに次の実践の新たなアイデアを生成しておられるのだと思います。以上を踏まえまして、我々の方ではですね、こういった5つの観点の方から評価をしてまいりました。評価の視点はお手持ちの資料のところに示されておりますので、そちらをですね、ご覧になりながら見ていただければと思います。評価の視点ですけれども、まず内容面につきましては4点ございます。2枚のスライドにわたっておりますが、1つ目は、研究内容、活動の創意、工夫となります。そこにありますように、取り組みに、その学校ならではの工夫を確認できるかどうか、我々の方で確認をいたしました。これが意味するところは、実践において問題をきちんと明確に、抽出できたということになるかと思います。教育実践におかれましては、やはり問題を解決するというプロセスが重要になってきます。問題は非常に複雑です。学校ごとに異なると思います。それをうまく解きほぐしながら、それぞれの学校がオリジナリティを持ってその課題に取り組んだかどうか、ここが評価のポイントとなっております。内容面に、こちらは研究成果の説得性です。ここに書いてありますように、取り組みの成果を、量的質的データで説明をしているかどうか確認をいたしました。先ほど少し述べました通りですね、エビデンスとなる調査研究の元になるデータ、これをきちんと収集して評価に適切に結びつけているのかどうか、この部分が評価の観点として我々の方では重点的に見させていただきました。そして内容面の3点目です。こちらは研究内容の適用可能性です。何回か繰り返しになっておりますが、皆様方のこの実践は先生たちの学校にとどまるだけではなく、日本中の先生方が参照し、参考にし、自身の実践に反映していただかなければいけない
そのように思っております。そうしますと、実践推進上の問題解決の過程がきちんと示されているかどうか、そしてその取り組みを他の学校が参照しやすいかどうか、ここがポイントになってくるということです。当然、いいことばかり、書いていただくわけではなく、実践上のつまずきですね。当然のことながら手探りで様々なことをされてきたと思われます。それもうまくまとめていただき、そこに起こった気づき、悩みなどにも言及していただけると、他の先生方も、取り組みやすくなるのではないかと考えております。この部分について、評価委員会できちんと評価をさせていただきました。そして、内容面の4点目です。こちらは実践の批判的検討です。おそらく皆様も日頃よく耳にすると思われますけれども、論理的思考力に加えて批判的思考力というものがこれから重要になってまいります。先生方におかれましても自身の実践を批判的に検討していただきたいと考えているわけです。取り組み自体を自己点検し、改善のポイントやその具体化を構想しているかどうか、この部分がきちんと明文化されて、報告書の中にまとめられているかどうか、ここを評価させていただきました。以上の4つの内容面のポイントなんですけれども、最後のところは形式面となります。おそらくいろいろなことをされてですね、本当にいろいろな思いがあって書かれているということは、こちらもよくわかりましたが、やはり表現としてですね、きちんとまとめられているかが最後のポイントとなりました。わかりやすい文章、記されているか、そして図表や写真が適切に用いられているかどうかです。文章だけではやはりわかりにくい部分もあるかと思います。なかなか写真を撮りにくい時代になってはおりますけれども、その部分をうまく乗り越えながら、きちんと実践がよくわかるような形で、写真を掲載してくださった方々も多くおられました。もちろん写真がなければいけないというわけではありませんが、分かりやすい形で、図を入れたり、そして、結果を図表にまとめて、述べているというところが今回はポイントの、中心になっております。以上の、5つの評価の視点から、今回評価をさせていただいた結果が皆様のお手元にあるものとなっております。平成29年の第43回の実践研究助成の表彰校は、先ほどご紹介がありましたように71件の定番報告書の中から選ばれたものです。最優秀1件、そして優秀が4件、そして佳作が9件となっております。一つのですね、学校の実践、もう本当にここで紹介したいところではあるんですけれども、時間がございません。まずは名前からご紹介させていただきまして、簡単にまとめて終わりにしたいと思います。最優秀は狛江市立狛江第三小学校となっておりました。そして優秀は4件、池田市立畑野小学校、北海道特別支援教育 ICT 活用プロジェクト、そして京都府立桃山高等学校、室地区スクラッチ実践研究会、佳作は9件、柏メディア教育研究会、下越情報教育研究会、後ろ市立、白縫小学校、岡崎市立新加山中学校、京都市立、中学校教育研究会音楽部会、福島成蹊高等学校中学校、滋賀県立、虎姫高等学校、横浜市立上姿特別支援学校、滋賀県立総合研究センターです。改めてお祝いの言葉を述べさせていただきます。残りちょっと少なくなってまいりましたが、ここまでのところで簡単にまとめさせていただきます。1点だけ、内容、研究内容、活動の創意工夫のところについてですけれども、今回大きく、3つの視点がのまとめ方があったんじゃないかなと思います。1つ目、新学習指導要領を求める授業づくりができていたかどうかという点でまとめられているものが3つほどありました。1つは先ほど述べました最優秀校の狛江市立狛江第三小学校です。こちらは小学校外国語活動の内容となっておりました。それから小学校プログラミング教育、こちらも
最近話題になっているテーマとなっております。こちらは2つの、学校研究会が担当、成果報告をまとめておられました。3つ目はやはりこの部分はかなり多くの学校が興味を持っているところだと思います。主体的、対話的で深い学び、アクティブラーニングと言われることが多いわけですけれども、この部分につきまして4校が成果報告をまとめております。それ以外には特別な支援を要する子どもたちへの配慮や学びへの充実への ICT 活用について4校、評価データの豊富さということで3つの学校とセンターが含まれております。少しだけ全体公表をまとめますと、実践研究の充実発展を願う学校の気持ち、これは71の報告書全てから伝わってきておりましたが、特にその中でも素晴らしい学校がここに挙げられた14の学校だということです。そして、最近の傾向をですね、見ておりまして感じることは、テクノロジーをどう使うのかではなくて、最近は本質的な活動をどういうふうにして支える ICT 活用をするのかということに、移行しているのではないかというふうに感じております。これはやはりこういった ICT 活用の実践が成熟してきているのだというふうに実感しております。そして最後、実践から得られた知見の充実です。こういった報告会を何回かするうちに、やはり先生方の方でもいろいろ考えていただいているということを実感しています。データが豊富になり、成果の報告もより詳細になってきております。今後とも皆様のこれからの研究の精進に我々は記念していきたいと思います。以上で私の方からの全体公表を終わらせていただきます。最後に改めましてまたおめでとうございます。失礼いたします。